はい、中水名神男子のたけるです。今日も TM プロデュースサンデーを見ていただきありがとうございます。今日はね、通変性が変わって財政の偏在の特徴を見ていきたいと思います。はい、現在ですね、通変性というあなたの人物像がどのようなものなのか分かる星を学んでいますので、その星の出し方が分からない方は過去動画を参照するか、概要欄にね、名式のツールのリンクを貼っているので参照いただきたいと思います。そしてね、今現在こちらの部分についてお伝えしています。また通変性とはね、簡単に言うとその人が持つ基本的な内面の性質のことになります。またね、この動画では忙しい方向けにね、なるべく流れ聞きできるように構成しています。耳が不自由な方でしたり、電車会社などでね、音が出せない方向けにね、テロップもつけていますので、なるべくいつでもどこでも見られるように作ってますので、よろしくお願いします。でね、このチャンネルはね、今のあなたの本質、伸ばすべき長所や短所やね、人間関係でしたり、才能、価値観、恋愛、結婚の悩みなど、自分自身がどういった人物なのか、あなたの悩みをね、いい方向に占いともに向かわせていただく説明をね、していますので、自分自身をもっと知りたいという方や、幸せになりたいという方はね、もしかしたら手助けになれるかもしれませんので、最後まで、よかったらご視聴ください。よろしくお願いします。ではね、始めていきましょう。偏在性の特徴をお伝えします。キーワードはというと、父親、愛人、過去恋人、社交、式場、要領、陶器、商売、財産、円滑、派手になります。偏在の特徴を一言で言うと、偏、偏る、財、お金ですよね。すなわち、流通の財、商売人の星とするように、人、物、お金を動かすという意味になります。この財政はね、偏財、次に正財をやるんですけども、それと二つともね、字の通り、お金を表す財の星です。偏財の方は好奇心が強くね、幅広い興味を持つのが偏財です。話題も豊富でね、人を引きつける魅力に溢れていて、サービス精神も旺盛で、面倒見の良い人柄ですので、大勢の人が慕われ、特に男性はね、女性運があり、景色中にね、この星が多いと、恋多き人生になりがちになるんですよね。でね、偏在の長所は5つ。はい、じゃあ、現実主義、サービス精神、ケチらない、商売人気質、印象がいい、で、現実主義で、偏在の男性は現実主義者が多くてね、自分の能力以上にね、夢を見ることはあまりないんですよ。実際にね、自分にはどんな職業が向いてるのかとかね、冷静に判断することができるので、仕事面ではね、成功する傾向があるんですよね。要するにね、自分のキャパを超えることはほぼないので、周りから見てね、すごいことやね、でかいこと言うなとかね、事業だとしたらね、大きいことやるなとかね、思ってても、本人からしたらね、現実的な目線や達成できることなんでね、明確なことなんですよね。サービス精神が旺盛で、イベントことなどがね、大好きな、偏在の男性はね、サービス精神が旺盛で、人の喜ぶ顔が見たいんですよ。気前よくプレゼントしてしまう傾向があって、サービス精神旺盛なので、おごりすぎだしたり、そういうのが注意なんですよね。ケチらない、お金離れがいいで、性格が良くね、誰とでも仲良くできる偏在の方は、友人や恋愛関係に陥った異性とのね、会食などの回数が多くて、お金がね、入ってもね、すぐ使うんですよね。なんで、見返りを求めないので、自分にメリットある場合はね、大事な場であればね、どんどん使うんですよね。いわゆるね、お金は天下の回り物と考えております。で、その分稼げばいいと考えるので、実際にね、働くのが好きでしたり、お金を稼ぐのが好きなんですよ。だから、稼いだお金はどんどんね、貯め込まずに使う傾向があります。で、商売人。偏在の人はね、事業や商売に、ね、興味を持つ傾向があって、食べ物に関する商売にね、財を生み出すと、金運が良くなる傾向があるんですよ。それでね、偏在には偏る財ということで、動く財という意味があって、入ってくるお金をね、じっと手元に置いておかずにね、投資したりね、お金を運用したりとね、する傾向があるんですよね。印象がいいで、偏在の男性はね、性格の起伏が少なく、常に大場でね、面倒見がいいため、冷たい印象を持てれることはまずないんですよ。それでね、社交的で明るい性格で、派手なことを好んでね、それでいて、付き合いの上手い社交家なんですよ。実際に自分から誘わなくてもね、人が寄ってくる傾向があるんですね。恋愛面では強い運の持ち主でもあります。で、短所ですね。気が多い。金遣いが荒い。で、お人よし。になります。
気が多いで、様々な人とね、信頼関係を結んで、人脈を作る力があるんですね。それで、活動やね、資源の活用の仕方がね、適切で合理的なためにね、周囲から信頼を得やすい特徴があるんですね。ですがね、気が多いゆえに、怠惰してしまうとね、その物事や人間関係をルーズにしてしまうことも多いんですよね。例えばね、様々な人と出会うので、いろんな人に手を出して恨まれたりね、事業では人脈を作りすぎたためにね、うまい投資話や話に乗せられたりするんですよね。特にね、現代社会ではね、恋愛のモラルがすごい厳しいので、後先考えずに行動した結果、いきなりね、取り返しがつかないこともあります。で、金遣いが荒い。コツコツね、惜しみなく使うため、節約して楽しみを削るというよりは、目先のことを考えて大きく使って、結果をね、求めていく傾向があるんですよね。それで、ね、ある程度の地位を確立すると、誘惑に溺れる性質を持っているので、注意しなければなりません。お金遣いも荒くね、使う時には大きなお金を使いますので、あっという間にね、金欠になったりもするんですよね。で、その一方でね、大きなお金も入りやすいという特徴もあるんですよね。なのでね、そんな派手な振る舞いからね、周囲から疑問を抱かれることやね、非難されることも少なくありません。偏財はね、財が偏ると書くようにね、お金を貯めるというよりもね、常に流動的に動かし続ける傾向があるんですよ。そのためね、財政にはね、ギャンブルには少なからずの縁があります。ね、流動的にお金を動かす投資にも縁があるんですけども、限度には気をつけた方がいいですね。実現不可能な野望をね、抱きがちなので、地に足をつけた計画をね、立てるといいかもしれません。特にですね、女性がこの星を持つと、主婦であってもね、手元にあるお金をね、株に投資したり、不動産を買ってお金を転がしてみたりとね、冒険心が旺盛なんですよね。で、家庭にじっとしているというよりもね、常に刺激的な行動をしたり、守りの人というよりもね、味方を変えれば、経済感覚のある女性でもあるんですよね。で、お人よし。で、社交的な一方を、浅く広い関係をね、求めがちで、お人よしな面があるんですよね。自分の本性を隠してね、本音をはっきり伝えない節があるんですよね。で、八方美人なため、第一印象はいいものの、後から不審がられることもあるんですよね。実際にいい顔しているだけでは騙されやすく、また人をね、裏切ってしまうこともあるので、自らの意思をね、はっきり伝えるよう心がけることが大切なんですよね。でね、利益のためなら、お世辞や嘘もね、平気で言ってしまうんですよね。根っからの商売人気質なので、それがね、表面に出ると信頼を失うので気をつけましょう。表面的な付き合いではなくてね、腹を割って反省るようにすると信頼度も増します。なので、自らの意思をね、持たない場合は、無意識に人を裏切る、信じて騙される傾向にあるので注意してください。ね、偏在の方の仕事の特徴、適職について説明していきたいと思います。社交性があり、行動派でね、秀才ですので、商売や事業、またはね、金銭を扱う仕事に向いてるんですよね。またね、派手な活動家でもあることから、サービス業、水商売、芸能関係、芸術方面の仕事も適職なんですよね。それで、詳しい中身はね、まあ芸能関係、まあ、投資家でしたり、実際に夜のサービス業、で、世話役、言葉でしたりね、自分を見出す仕事が向いています。その一方でね、着実に物事を進める事務職やデスクワークは苦手とします。実際にね、様々なところに好奇心が行ってしまうとね、アウトプットに結びつけるのが難しい部分があるんです。ですがね、自らのいい点を生かしてね、人との関係にもうまくね、融通をつけるところがありますので、実際に組織の中にいたとしても、根回しなどを得意としてね、うまく立ち回ることができれば成功します。例えばね、営業として仕事をしていたとしてね、この中でお客様だけではなくて、社内政治もうまいので、社内の中でもね、地位を築いて自分の力をつけていきます。これでね、芸能人だと、手越優也さん、滝沢秀明さん、横浜流星さん、女性だと上戸彩さん、土屋太鳳さんが偏在の星になります。ほんとね、こちらの芸能人の方はね、お人柄もいいですしね、しかもね、美女イケメンですよね。それでね、今回のタイトルにもあるんですけどね、そう、この偏在を持っているのは手越優也さんが持ってるんですよね。手越優也さんはこれが下肢原名にあります。ね、実際に幅広い人脈にコミュニケーション、印象が良かったり、この間のね、あの会見はね、賛否両論あるみたいですけどね、終わった後もね、応援されてますし、大きなトラブルもないので、視覚的な感覚からもね、印象がいいので、応援され続けるんですよね。実際にね、サービス精神が旺盛で、誰に対してもね、真摯にできるお人柄です。それでね、社交辞令は全く苦じゃないんですよね。平等に接して、大きな人とうまくやりたい、でしたね。人とね、うまくつながりたいというね、思いが強いでしょう。このあたりもね、彼はね、抜群に自分の良さを出してますよね。で、彼の場合は、他に面識中にね、今まで習ったものだと、加えて、被験がありましたんでね。被験は何でしたか覚えてますか？そう。
自我の星ですよね。偏在もね、安定というよりは行動して自我を出すというような性質も少なからずあります。しかもね、それに加えて危険はストイックな性質もありますので、でもしね、危険が月支になると周りに頼るというよりはのし上がっていくという話になっていたかもしれません。ですがね、手越さんは月支が偏在ですので、のし上がっていくというよりはね、今回の件でね、周りのメンバーのことも会社のことも話してましたけど、本当にね、心からメンバーやね、会社のことは好きなんだと思います。今まで育ててくれたのでね、感謝のことをおっしゃってましたよね。まさしくこれが危険の要素ではなく、偏在の社交性でしたり、人間性だと思います。それでいてね、手越さん自身独立するという形を取ったのも頷けます。まあ、なぜかというと、また5、6年前からね、考えてたとおっしゃってましたよね。最初に偏在の方はね、金払いや金遣いは多いと伝えましたけど、実際ね、自分のメリット、自分がしたいことには、そういったことには惜しみなく使うということなので、偏在はしっかりそこに対して的確に財を投資するという面ではね、かなり慎重なんですよね。ですのでね、5、6年ね、そしてその間に必要な人脈、スキル、自信、すべてのものがね、手越さん自身で決心がついて、この時までね、来たのではないかと、彼の中でね、最適な時期に挑戦する時が来たのではないかとね、手越さんのね、運命という占いの特徴から見ると推明できます。僕自身ね、あまりジャニーズは詳しくないので、詳しいその人自身はわかりませんけども、月支原名から紐解いてみました。皆さんはあの会見を見たりして、ね、どう思いますか？ファンの方などいらっしゃいましたら、意見や見解などもお聞きしてみたいです。見る前と見た後の感想でしたり、今後の期待でしたりを聞いてみたいですね。それも踏まえて、よかったらコメント欄にいただけると嬉しいです。それでね、話は戻って、特に女性の偏在さんはね、社交家と周囲から思われるでしょう。明るさとおおらかさだけではなくてね、尽くすタイプで困ってる人がいるとね、放っておけない思いやりも深いところがあります。ただね、褒め上手であるんで、周囲の人の気分をね、盛り上げることもできるんですよね。それでね、あまり物事を深く考えず、その場の感情で動くことはあるんですけども、独特な感がね、動くことからトラブルを起こすことは少ないんですよね。特にね、人との関係性を築くのが非常に上手です。もしミスがあったとしても、助けてもらえることが多いんですよね。はい、それで最後、偏在の方がいい方向に行くポイント。それはですね、偏在の方は、いわば人脈の星なので、実際に友人が多いほど成功します。なので、交流会やイベントに積極的に参加するといいんですよね。とにかく人と会うことです。分け隔たりなく関係を築くことができることはかなりの武器になります。偏在の方は合理的ではない事柄を受け入れて、相手の短所を受容することもできるんですよ。でね、すごいですねとかね、全くおっしゃる通りなので、相手を容赦することは上手なんですよ。これでね、少し自身の内面の深い部分はスルーしてしまいがちになります。基本的にね、ソフトな人当たりは逆にね、クールであるため、情けはね、好き嫌いにとらわれる人をね、よく思わない節があるんですけども、そういったね、感情的部分をね、味わうことも必要なので、そうした人間らしさを包括することで、人物に厚みが増して、人望がさらに高まるんですよね。実際にね、良い人でしたり、挙げられて嫌な人はいますか？で、悪気があったらいますけど、実際に自然に挙げられたりしたら、そんな悪い気分しないですよ。それでいてね、偏在の方は人間関係の気づきも上手いので、敵を作りづらくね、仲間やパートナーが増えていき、自然にそれが功を奏してね、自分のやりたい方向に道が開けたりするんですよね。なので、あの手越さんはね、かなり努力したり、かけてね、人との関係をうまく構築して行った広い人脈の結果が、ああいった行動にね、繋がったのではないかと思います。また、そんな偏在さんでも、人と会う勇気がないという方でしたりね、人脈を築くことができないという方もいらっしゃると思うので、それはね、以前お話しましたけど、人それぞれ多少なりともね、通変性が混ざっているので、偏りはあります。なんでね、それはまた別の対策が必要です。それはまたね、今後の動画で説明していきたいと思いますので、安心してください。そういった方がね、たくさんいます。全員同じ面識なわけがないですし、全員ね、同じ性質なわけはないです。なので、必ずあなたにも、いいポイントはありますから安心してください。はい、今日のおさらい、まとめ、偏在さんの特徴長所、現実主義、サービス精神、ケチらない、商売に気質、印象がいい、要するに自分の人の良さ、印象の良さの力を生かして周りとの関係を築き、その後にあなたの道を切り開きましょう。そうすれば財の運の性質や威力がさらに増すでしょう。そうですね。手越さん5、6年前からね、考えていて、
今回ね、こう言ってね、踏み出したなら、もしかしたらね、おそらく占いにも言ってたのかもしれませんね。今回はね、名刺までは出してないんですけども、地中水面はね、1年、10年、30年でね、その人の行動やね、何が起こるかなどね、地中水面では推明できるね、占いではありますので、これをね、今後ね、状況になってくると説明していきたいと思います。それでね、次は、偏在の恋愛結婚になります。ではまたお会いしましょう。バイバイ。